いい感じだよ。なんかね、この曲聴いてたらこれまでバンドであったことぶわーって思い出しちゃった。懐かしくてあったかくて、メロディーもチスパの雰囲気に合ってるし、歌詞も共感してくれそうだね。ああ、これならチスパのライブで歌ってても違和感がないな。二人とも本当にお疲れ。それじゃあこれを元にみんなでアレンジ詰めていくか。おたえちゃん、どうしたの？思ったんだけど、本当にこれでいいのかな。チスパやナツキって知らなかった新しい気持ちが欲しいんだよね。もちろんこの曲はこの曲でいいと思うけど、実は私もちょっと気になってたんだ。確かに曲もチスパにフィットしそうだし、歌詞もバンドをやってる人なら共感してもらえるかもしれないけど、おたえの言う通り新しい何かがあるかって言われると、やっぱり見て見ぬふりしたくないな。あのさ、もうちょっとこだわっていいかな。うん、もちろん納得いくまで作ろう。まあ曲を渡すのは明後日だからまだギリギリ間に合うけど、やっぱりチスパの曲だから妥協したくないよな。うん、それにおたえと一緒に曲を作ってたら私ももっとやりたいなって。さやちゃん、うーん、私も手伝いたい。お前はもうちょっとで終わるんだから課題に集中しろって。それにこれはサーヤがやるべきだって。ありがとうね。大丈夫だよカスミ、今回の歌詞は私一人でやりきるつもりだから。それにしても歌詞作りって難しいんだね。見えない言葉を捕まえていくっていうか、自分の内側を見つめ直すっていうか、カスミがいつもすごいことやってるんだなって改めて気づかされたよ。だから私がどうしても行き詰まった時はちょっとだけ力を貸してほしいな。うん、任せて。あ、そうだ、さや、おたえ、これ、これってフェルトでできた星？うん、星のお守り、みんなの分もあるよ。家庭科の課題作ってる時にアリサと一緒に作ったんだ。カスミがどうしてもお揃いのもの作りたいって言うから。曲作りで悩んだらとにかく揉んでみて、絶対いいアイディア出るから。カスミ、アリサ、まあそのあんまり根を詰めすぎないようにな。困ったことがあったら私にも言ってくれよ。ありがとう。この星のお守りできっと名曲が生まれるよ。うん、頑張っていい曲作るからみんな待っててね。あ、今のフレーズいいかも。だよね、 B メロにはこのフレーズを入れよう。じゃあ私ももっとこの箇所の歌詞を考え直して、おたえって言わないの。あ、こら、二人とも、お姉ちゃんたち今忙しいからまた今度。いいよ、おいで。はい、ギター持って。うん、人差し指と中指でこの弦を押さえて、それで右手でジャーンってやってみて。すごい、サーナンとっても上手。前より音がはしゃいでる。
二人とも、そろそろ寝ないと明日の朝起きられなくなるぞ。ほら、お部屋に戻った戻った。久しぶりにおたえが来てるからはしゃいじゃって、ごめんね、邪魔しちゃって。ううん、ギターに興味を持ってくれるのすごく嬉しいから。そっか。っていうかおたえ、小さい子の相手するのうまいね。そう？一緒に楽しんでるだけだよ。それに音楽を楽しいって感じてくれればたくさんの人に出会えるから。たくさんの人？うん、私もサーナンくらいの時にギターに出会って、そこからずっとずっとギターを弾いて、そうしてサーヤたちに出会えたんだ。音楽の楽しさって音を鳴らすだけじゃなくて、人と巡り合わせてくれることもあると思うんだ。サーヤも私もずっと音楽が好きでいたからこうやって出会えた。ありがとう、サーヤ。ずっと音楽を好きでいてくれて。うん、なんかいざそういうことを面と向かって言われるとさすがに照れるな。あれ、私たまにギターで言ってるよ。一緒にバンド組んでくれてありがとうって伝わってないならもったいないな。今から直接言うから聞いて。いいよ。うん、十分伝わったから。それじゃあ曲作りの続きしよう。あともう一踏ん張りだよ。そうだね。けどあと何が足りないんだろう。わーい、やった。新しい空